どうも皆さんこんばんは、ココレモンです。今日もデッドバイデイライトを実況していきたいと思います。今回は新サバイバーエストリーアザールが PTV に来たのでパークの解説しながらやっていきたいと思います。新キラーですね、リッチ。リッチの場合はこんな感じに特殊アイテムをトレジャーボックスからねゲットできるんですけども、4種類あってね、それぞれの能力に対応した対抗アイテムですね。そして今回1つ目の新パーク、6時の方向、銀融詩人のコブ。立ち止まった状態でね、こんな感じに、にやけてんな。どんだけ音楽大好きなのよ、伝わってくるね。マインドブレーカーついてる。珍しいよね、モーション付きの陽動とかさ、エモートぐらいしかないんですけど、ギターを弾いてパークを発動させるというやつなんですけども、立ち止まった状態でね、アビリティ発動ボタンを押すと、最長15秒間、そのパフォーマンスが続いて、で、さっきちょっと数字がね、3って出てたと思うんですけども、その出た数字によって効果が変わります。で、16メートル以内の他の生存者にバフを与えるってやつなんですけど、1だったら、ただ、叫び声が上がって何も起こらないと。大丈夫か。で、2から10だと、スキルチェックでの進行度がプラス 1%。11から19だと 2%。で、20だと大当たり。スキルチェックでの進行がプラス 5% というね、ちょっとギャンブル性が高いランダムで能力が変わるっていうパークですね。で、アビリティ、まあ発動が途中で終わるか、成功しなかった場合は、60秒間のクールダウンがある。っていうパークですね。もう一丁いきます？ 7 ですね。ドゥン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 。明日の晩ご飯はエビチリ。いや、なんか変じゃない？合ってる？この、なんか、なんとも言えないメロディーで弾いてくるけど。俺がまるでなんか音痴みたいなね。ねえ。やって、なんか、独特なメロディーなんですけども。相手、あれだな、解体ついてたかな、パーク。新キラー。新キラーの能力はね、4種類あるんですけど、一応ね、テロップで載せておきますけど、まあ、詳しくは前回、新キラーの能力、そしてパークも、わかりやすく解説してるんでね。ぜひ見てってください。救助に行きますか。新キラーもね、4種類能力があって、使う人によっては強キラーに化けるし、まあ、飛んでったな。あれがフライですね。ちょっと高速移動できる。大丈夫か。ラジカセついてるやん。え？音漏れてるやん。お、これもゲットだね。2種類これで装備したことになるんですけど、これで少しキラーのね、能力に対抗できる。キラーが能力使うと、そのキラーのオーラが見えたり、いろんなバフをゲットします。また7回。7はまあ2つ目にいい能力なんで、途中で中断してね、やめてもいいんですけど、にやけ面を見たいんで、ちょっと弾いてみましょうか。明日の朝ご、2回目。2回目、あれだよ。釣られたってことね。音痴の歌を2回聞かせたっていう2回目じゃなくてね。誰が音痴や。やべ、こっち来る。で、これね。この、中に入ると、ああ、これちょっと遅かったね、今。あれ、しゃがむとね。はい、オッケー。しゃがむと当たらないんですけど。ちょっと遅かったね、しゃがむのね。あ、板をブロックします。4秒間ブロックすることができるんですけど。よし、大丈夫かな。オッケー。板スタンさせて、離れたと見せかけて、こっち側で竹取りしようか。あっち側に吊るされてるからね。なんだ、この出っ張り。あっ、ナス。
あの出っ張りなくせ。一回目な。解体ついてるんでね、板乗り越えた瞬間板が破壊されちゃうから、もうさっきの審査ウェアみたいにもうギター弾いたれ、ここでギター弾いたれよ。もろ iPhone から音漏れしてたからね、さっきのサバイバー。電車に乗ってたらもう耳から漏れてるみたいな、ダダ漏れです。俺も弾いたれ、弾いて客を呼ぼう、客を呼ぼう。誰も来ないじゃん、遠いじゃん。いけるぞいけるぞ。聞こえてんのかな、バグっぽいけどな。釣られた状態でギター弾けるんだったら脱出できるだろう。よし、みんな集まった時はじゃあ回復優先でね、一気に回復しちゃおうか。全員回復してあげましょう。じゃあアランもずっと負傷中だったから回復してあげて、2回目ね。で俺も回復してもらって、あれゆうちゃん、これ、ゆうちゃんがやってれば間に合うな、これ。ああ。あれですね。アイテム、その能力に応じて4種類あるんですけど、プラス2種類ね、特殊のレアアイテムがついてて、ゆうちゃん今、目ん玉の、ね、レアアイテム持ってたんだけど、それすんかい。あれ使った瞬間に食らってたね。使うと1段階負傷するんだけど、これはハズレですね。残り3台、こっち側の発電機も直さないといけないな。まあその解説も前回詳しくしてるんで、ぜひ見てってください。でもう一つのパーク、おう、サージかな。で、もう一つのパークが、これね。幻影、くじの方向。発電機を合計 50% 分修理完了すると、このパークが発動できて、あ、今、これもね、ちょっと、3時の方向、新しいパークなんですけど、こんな感じに発電機の位置、見えたんだけど、まあ、後で解説しますね。で、幻影が、発電機、トーテム、チェスト、または脱出ゲート、の横でね、アビリティ発動ボタンを押すと、動かない自分の幻影をね、120秒間そこに置いておくと、キラーを惑わすっていうやつですね。一瞬見えたと思うんですけど、アランが追われていく。じゃあここ直して、いや無理だな、間に合うかこれ。スルス、一応バビチリ警戒で隠れといて、幻影を置くっていうね、今までにないパークだね。キラー側はアンノーン、幻影とかね、置くキラーはあったけど、そこで発電機を回してるかのように騙すみたいなパークですね。で、多分こっちに来ると思うから、一回ロッカーで待とうか。で、さっき発動した不動の視力ね、3時の方向。4秒間立ち止まるとこのパークが発動できて、動き始めるまで18メートル以内の全ての発電機とチェストおよび発電機の、あ、じゃなくて殺人機のオーラが見えるっていうね、パークですね。動いてなければ殺人機の場所わかるよっていう、隠密と一緒に使うといいかな。能力めちゃめちゃ使ってる、慣れてるね、新キラー。 OK、 あの球体みたいなね、エネルギーボール、ハッチを探しましょう。あれはね、ロッカー内にいてもバレちゃうんで、そこだけ注意ね。あのドクロの骸骨飛ばすやつはロッカーに入ってれば全然当たらないけど、おっつー、やられた。もうこれ一気にいきます、多分。多分っていうか、多分、大丈夫。あ、これね、この特殊アイテムもついてるから、俺の予想通り、あっちから見て、ゲートね、奥側でなんか閉めた気がするから、多分近くのゲート見てこっち来ると思ったから、やばいちゃん、やばい
タイムフリー。危なかったね。ちょっとでも判断遅かったら間に合ってなかったかもしれないね、あれね。24000。アドオンもついてますね。すべての呪文のクールダウンの時間が5秒縮小する。通常攻撃が命中するたびに呪文のクールダウンの残り時間が5秒減る。すぐ呪文が使えるやつですね。破滅、サージ、そして解体、そしてマインドブレーカーだね。はい、ということで、まあ、今回新サバイバーエストリアザールを、新パークをね、解説したんですけども、まあ全部ちょっとロマンパーク、特に銀融詩人のコブはランダム要素があって面白いかなと思いました。ということで今回はこの辺で終了したいと思います。次回もデッドバイデイライトを実況していきたいと思いますので、ぜひぜひお楽しみにしててください。それじゃあバイバイ。カラフルな日々を知る、どうして